どうも西戸一太郎です。2011年デビューで、普段はスケートボードをやって遊んでいます。お互いにスケートを始めたきっかけっていうのがありまして、僕は彼に教わる形でちょっとスケートボードを始めたんですけど、あれ加藤君はスケートをどれぐらいやってるんだっけ？冬とかあって、寒かった時とかあんまやってなかったから、結局ギュッと詰めたら1年ぐらいかな。出ました、スケーターあるある、経歴を詐称する。実際のところ2年ぐらいやって、2年以上はやってる。でもやっぱ1年ぐらいはみんな詐称しますよね、そこまでやって下手かみたいな感じになるから。こういう感じでちょっとスケーターあるあるをやっていこうかなと思ってます。じゃあちょっとスケーターあるあるコント入ります。スケーターっていうのはお互いに意識し合ってないように見せかけて、お互いのトリックを見ているようで見ている。スケーターお互いに意識してないようでお互いの技を見合っているっていうね。基本的に人見知りなんでね、スケーターっていうのこっちもやってたんだけど、やってるの誰かに見られたいんだけど、見てたなと思ったら見られたくないから、やっぱ目をそらしちゃうね。目をそらすっていう、お互いに気を使ってあえてます。こういうねスケーターあるあるっていうのはね、たくさんツイッター上にボットが存在しますんで、そちらを参照していただいて、僕らはスケートボードで、そうですね、お笑いやりながらスケートボードをやっていきたいなと思ってます。スケートボードっていうのは意外にお金がかかるのでね。加藤くん、なんか他に言いたいことある？お金稼ぎたいです。はい、ということで以上西戸一スタイルでした。ありがとうございました。